本日はちょっと新第2章につながるような視聴者さんからね、うん、あるメッセージをいただきまして、まあ、分かりやすく言うといろいろなことが起こる、うんうん、そしてその処分に困ってる人形があるんですと、ちょっとなんかいろいろ起こる人形があるんで、いろいろってかその心霊現象、そう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 、ってこと、うんうんうん、よかったらちょっとだからまあせっちゃんの力でなんとかしてもらえませんかというメッセージをね。さあ、はいはい、前日の動画を見ていただいた方には、うん、見ていただいた方はもう知っていると思いますが、うん、今から、まあ、視聴者の方が我々に預けたいというお人形があるらしいので、うん、今からそれを、受け取りに行きたいと思います、はい、うん、でまあまあ、指定の場所にね今着いたんで、うん、今から向かうと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりこう、ね、その方もですしその人形もやっぱりもう特別なものらしいので、うん、まあなんかこう普通の場所というよりはちょっと、うん、特別な会議室というか、まあ、ちょっと裏の世界の人が使うようなちょっと特別な会議室に呼ばれてるんで、ね、うん、今がちょっとそっちに向かおうと思います。さあ、はい、特別な会議室に着きましたね今からちょっとこれ何カラオケやないかここ、うん、ちょっと変な音楽流れてから入っていこうぜカラオケびっくりしたわ、ね、さあ着きました、はいはい、会議室です。秘密のちょっと周り笑い声うるさいけどカラオケボックスやないか行きますか。もう待ってる。あ、本当待ってるんやもん。じゃあ行きましょう。失礼します。失礼します。じゃあ、今からお話を伺いたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。さあ、はい、改めまして、視聴者の方に今日は会いに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見ていただいているという。ああ、そうなんです。嬉しいです。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。まあまあ、早速ですけど今日は僕らに何か託して早速行きますか。そうですね、二人にちょっとそうですね、渡したいのがありまして。いや、あ、初めてですかね、こういう。いや、ちょっと早速でもあれないんですけど、いいですか。なんだろうな。いや、ちょっと緊張するな。視聴者さんが出るのも初めてですかね。そうやね、うん、ちょ、なんかこれなんですけど。何それ、どんなの。人形。うん、やめろお前。おい、今そういう場面じゃねえお前。まあまあ、これはどういう古くてどういう人形。なんか頭が。頭は何なのそれ。頭は何なのか、まあ一応。ちょっと頭が怖いんです。首と、あと頭、手首もなんか。おお、まあ。え、これ。はどうされたんですか。まず私のこの呪物をこう集めるコレクターなんですけど、うん、私のこのコレクター仲間の中でこれがなんか回ってきて、でまあちょっと気味が悪いっていうのもありなんですけど、うん、私の方にもどんどん回ってきてちょっと試しに持ってたんですけど、ね、なるほど。え、何かありました。いや、そうなんですよね。そのやっぱりちょっとまあこれのせいかっていうのはあるんですけど、ラップ音みたいなのがちょっと気になってきたのと、あとなんかその同じ女の人の夢をなんか結構ちょっと見るようになったのが気になってて、同じ女の人、ね、どんな女の人。いや、なんか、まあ、オーソドックスなんですけど、黒髪の長い感じの人で、なんかこう寂しげなんですよね。結構これ持ってからなんか、ね、ちょこちょこ出てる気がして。あれ、これ、あ、じゃあもしかしたらその最初に持ってた女の人って
って思ってた人なのかなとも思いますし、この黒いのとかやっぱりちょっと不自然じゃないですか。これ、聞きました何か。いや頭は何なのかはちょっとやっぱ誰もわかんないし、ちょっと怖いんで、取れないじゃないですか。なんかちょっと嫌な予感。確かにあんま触らない方がいいのかなっていう。縫い付けられてんのそれは。まあなんかあーってやって感じ。あーって無理やりつけてる感じがする。不思議やな。あれなのかな、もともとの頭にかぶしてあんの。それともなんか頭取っちゃったのかな。誰がね、わかんないし、やっぱりちょっとそこは誰もね、ちょっと触れられないんで、ちょっとお願いして。もうやめろよ、お前。じゃあ、なかんと、俺ちょっと、俺じゃあ、ちょここ触ってみんでも、触り心地これうんいや、触っていいの逆に、これいいんですか、これ。いや、よくはない。よくないでもなんか、何これ。どうですかね。お前そのおっぱい触るみたいな触り方してんの。そんな触り方してないわ、お前。もみもみじゃねえよ。おっぱいやったらもっとやるかよ。何なんなんなんか、中ななんか入ってるな。なんか音がすんの。でもまあ怖いっちゃ怖い。あんまりいい感じしないですよね。え、これはそのコレクターの皆さんに行き渡る前はどこから来たかとか。いや、定かじゃないんですよね。まあ、わかんないです、ね。なんか10階のなんかゴミ箱にあったっていう噂もあるんですけど、怖いな。あとなんかまあ夜逃げした家の中のなんかこう、物の一つでなんかこういうのがあって、まあなんかそういう収集家がちょっともらってきたみたいな話もありますし。怖い。まあ、どこが最初かまではちょっと私はっきりはわからないんですよね。まあ、確かに古いですもんね。なんかあんのかな。これじゃあそのコレクターの方も皆さんも持ってる間、いやそう持ってる間にやっぱりちょっと変な話ですけど、やっぱその何やっぱその女性の夢を見るっていうのは何人か、夢じゃないんですけど、やっぱ何人かいてですね、なんかあるんですか。そういうのがあるのかなと思う。それも同じ女性なんですかね、やっぱり。だからまあそうです。だ黒髪の女性をやっぱ見た人はなんか何人かいるみたいで、みんながみんなじゃないんですけど、やっぱりちょこちょこ出てますよね。じゃやっぱり持ち主はもともと女性だった可能性。そうですね。どういう意図で作ったんですかね、これ。そうそう、ここのやっぱ頭に何かあるのかなってちょっと思ったんですけど。そういうの嫌な思いを込めて、なんかそれとも楽しい思いで作ったこの感じ。そうなんですよね。これをじゃあ僕らに今日は授けてくれて。そうですね。ちょっとまあラップ音とかあと夢まあ私がちょっともうちょっと難しいなと思ってお二人を渡してしまう話で申し訳ないんですが、まあ一個これで、はい、この子が何か報われるならば。そうですね。はい、報われるならね、何かあるかもしれない。まあこれでとりあえず僕らが預かっていく。はい、なので結構気をつけてもらってってところがあるんですけど、そうなんですよね。まあ他のその下の部分はなんかまあ特に普通に、まあ古びてはいるんですけど、やっぱりまあここはちょっと首から上は確かに気になるな。だって思いっきり病んだ人がうわーってやってる感は出てます。そうですね、まあ、縫い付けてある感じ。そうだな、しかもなんか丁寧じゃないんだよ。もうなんか今にも取れそうというか。いや、うん、これ体はこれ男の子か。いや、何を表現してるんやろ。まあでもこれ中はなんか多分規制品じゃないかな。あ、そう。私たちはちょっと難しいけど、お二人はどこの取ってもらってもなんですけど。まあ、もし視聴者の方にいっぱいリクエスト来たら、もしかしたらすみませんですけど、ちょっと結構嫌な感じがするんで、私たちじゃちょっと怖かったんで、ちょっと二人ずつっていうことあるんですけど。まあ、最悪僕ら何かあっても動画として残って、はい、いや、一応形だけ残れば。僕らの身に何かあっても。残り。私たちも、仲間としても、動画だけでもとりあえず最後見れれば。とかあるんで、そうですね。はい。じゃあ、そうですね。お疲れします。はい、じゃあ、お疲れしましょうか。はい、まあ、どうなる。夢とかも含めて、女性の夢とかも頑張ってみたい。
お手数をおかけします。いや、こちらこそありがとうございます。何かあるかもしれない、はい、じゃあまあ、じゃあ続報は動画の方そうですね、また見させていただきますので、ありがとうございます。じゃあ今回はとりあえずこれをじゃあ持って帰りますか、うん、お預かりして帰るということで、はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。この辺でじゃあ、はい、帰りますか。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どんなか分からんだけ、分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレて、キャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近お見せもないって言われてしまえるぞ。もう人生の集大成。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何よ俺だってもうハゲてきてる。俺今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。